酒蔵力がお送りする「力の豆知識」今日ご紹介するメニューは酒蔵力特製の「メンチカツ」です酒蔵力で仲間と一緒に応援という方これはぜひ注文してもらいたいメニューですねともかくうまいですよその秘密粗挽きの国産豚肉と黒毛和牛を使っているから一口目口に放り込んだ途端に肉のうまみが ジュワーっと広がりますよサイズもね大きいんですよ柔らかでねジューシーでメンチカツ食べて広島に勝つぞーはい頑張れーオフシーズン堂々と浦和の街を歩けるように頑張れ浦和列の選手たち浦和大宮上高岡西川口武蔵浦和池袋工場直売店に大宮旧中山道店も元気です坂力は 全部で十四店舗高倉力おおおおおおおいレッツチカラブネこの番組は酒倉力とともにお送りしますはい聖太郎の海賊ラジオオン YouTube さあレッツチカラブネ出向してまいりましょう船長の大野聖太郎ですまあともかくね 勝ち点1、拾いました。アウェイの地で、相手中2日の横浜 F マイナス。やはり、そう簡単な相手ではなかったですね。前半はかなり押し込まれましたよ。でも、これことによったら、マチエプランだったらかもしれない。後半、惜しい場面が2つありましたよね。残念ながら、オフサイドの判定で、ゴールなりませんでしたが、0対0、スコアレスドローで、 貸詞点1を積み重ねたということは残留に一歩近づいたということですがそんなことで喜んでいちゃいけないんですよさあ今日もたくさんのレズサボーターがこの船に乗ってまいりました熱いお便りを紹介してまいりましょうそれではまず一週間を振り返ってまいりますレーズニュース水曜日のナイトマッチはスコーレスドロー30日水曜夜7時 リーグ第35節、4日前区マイノス戦、日産スタジアムで行われました。前節の柏レースル戦、1対0で何とか勝って命拾いをしましたよね。ここで4連敗で止めて、この大事な一戦になりました。マイノスとは勝ち点は同じだし、どちらが先に J1 の残留を決めるのか、中2日、15連戦と厳しい日程のマイノス。でも前半から自分たちのスタイルを貫いて、ハイブレスを仕掛けてまいりました。 受けて立つような感じになってしまいました。マリウス・フィバラテンを出場停止で書いているラーレッズは佐藤陽太が左に井上力人が右に位置いたします。この二人と西川修作を中心に集中力高く守りました。特に修作さんの素晴らしいプレーが目立ちました。攻撃は少ないチャンスだったんですが、二度ゴンレットを揺らしましたが、オフサイド判定でゴール認められず、試合はスコアレスドローに終わりました。互いに 勝ち点1を積み上げて、勝ち点43。リーグ第35節。残りの試合は今週末行われます。なでしこジャパンデビューです。26日の土曜日、なでしこジャパンと韓国女子代表との一戦が国立競技場で行われました。レッズレディースからは石川リオン、遠藤優、塩越ゆずほ、選出されました。 塩越がまず68分、ボランチでピッチに立ち、79分に遠藤優が右サイドバックで出場、なでしこジャパンデビューとなりました。試合は33分に、レディース OG の北川光がヘディングシュートを決めて先制、前半だけで3点リード、後半にも追加点を奪って、韓国女子代表戦は4対0、クリーンシートでの勝利となりました。遠藤は素直に嬉しいし、 そんなに緊張することなくピッチに入りました。自分らしさは出せたと思いますと笑顔です。今回の代表キャンプの最終日、29日、27歳の誕生日を迎えました。試合情報です。レズレディースアウェイゲーム、11月3日、文化の日の祝日、ウィリーグ第7節、ノジーマーステラ神奈川相模原戦、相模原,相模原リオンスタジアムで行われます。キックオフは午後2時です。で、トップチームは 10日の日曜まで公式戦ありません。以上、レッズニュースでした。次はこのコーナーです。ロン反論レッズ舟。今週のロン反論レッズ舟、海賊ラジオ機関紙、スマホ情報サイト、レッズブレスの有賀久子記者が、昨日の横浜区前の線を終えて、 三人の担当記者にマイクを向けて話を聞きました。こちら、お聞きください。はい、機関士の有賀です。私が担当するスマホ情報サイト、レッツプレスで取材した昨日の横浜 F マリノ戦。担当記者たちはどんな風にこの試合を見たのか、お話を伺いました。まずはこの方、サッカー専門誌、エルゴラッソ、おなじみの沖永祐一郎さんです。 まずはエルゴラッソ沖縄記者ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、横浜 F マリノス戦ロ対ゼ0、えー、スコアレスドローに終わりました率直にこの感想から聞かせてくださいいやーなんかもったいなさもありつつよく頑張ったなと思いますので割とポジティブな方の惜しいっていう感じかなという感じがします試合前は、えー、どんな点にこう注目されて試合を見ていたんでしょうかそうですねやっぱ結構 ェイさんにしてはオープンな試合を去年もやっていたのでそこがどう出るのか今のチームの状態がそこがプラスに出るのかマイナスに出るのかなという感じだったんですけど結構、締めるところは締めつつただカウンターを浴びることもまあ,まあ,ありつつ、まあ、でもどちらかというとプラスの方に転んでたかなという気はしますね勝ち点1を掴んで次は10日ほど、まあ、オフを考えるとまあ約1週間ほど。 準備があって広島戦となりますこの準備期間ではどんなところを確認してもらいたいと思いますかそうですねやっぱ攻撃の進捗っていうのはやっぱ今回もしっかりちょっとフィニッシュは課題がありましたけど攻撃の部分の積み上げがしっかりされてきてるんだなっていうのはこの2試合でも感じたのでまあそこをさらに突き詰めていければなと思いますねまた異論反論では沖中さんよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました続いて テレタマ GGR にもゲスト出演されておりますフットボールゾーンなどいろいろな媒体で浦和レッツを伝えています靴和田哲郎さんですでは続いて靴和田さんにお話を伺いますお疲れ様ですお疲れ様でした、えー、スコアレスドローという結果で横浜 F マリノスいは終わりましたけれども率直にどんな感想をお持ちですかあの、まあ、内容に対してフェアな結果が出たかなという感覚がありますもちろん勝つ可能性もありましたしでも負けてしまう可能性もあったと いう中ではまあ引き分けというのはちょうどマチェ監督もねあとグスタフソン同じようなことを言ってましたけど試合内容を反映したものになったんじゃないかなと思います試合前は誰か一人こう注目した選手とか例えばこの点に今日の試合の中でポイントを置いて見てたたという点はどんなところだったんでしょうかあのマリウスが出場停止ということで白の構成がどうなるのかなと。 まあ佐藤選手が入ってどういうプレーができるのかなというところと、まあ、どちらが全体的にこうゲームをうまくコントロールするかなと見ていたんですけれどもあの佐藤選手もこういいプレーしていたと思いますしあの普段彼らが井上選手と組むときとは左右逆にして単純にこうマリウスの 抜けたところに佐藤選手が入った形になったと思うんですけれどもあの2人ともそっちの方がうが、ま、やりやすかったようなことも話してましたしいいいとところが出てたと思いますなんかこう感触的には久しぶりに準備したことが、まあ、あの勝ち点3にはつながらなかったけれどもこう披露できたような気がするんですけど靴渡さんはどんなふうに感じていいらっしゃいますすか、うん、そうですね、まあ、もちろんあのマリノスの過密日程もありますし、まあ、それで やっと引き分けっていうのは今のちょっと厳しい部分も表しているのかなという感覚はあるんですけれどもあのゴール前を明け渡さない本当に守備の部分ではマチェイさんのチームらしさが出たかなと思いますで攻撃もあのブライアンのシュートが入ればよかったんですけど前半の最後の,ところの崩しはいいものがあったと思いますし、まあ、前向きな要素も結構あったのかなと思います。 次は対広島なります、まあ、ホームイスターですからね迎え撃、ー、つわけですけれどもどもんなところに期待します,かそうです、ね、あの開幕戦では負けてしまったんですけれどもちょっと人に合わせてマンツーマン気味に来るチームなのかなっていうそれでさらに質が高いので、まあ、ちょっとどういうふうな準備するのかなっていうというのも去年やマチェイさんのチーム、ね、マンツーマン気味のチームに苦戦していたのでそこをこう、まあ、10日間ぐらいあるのでどういうふうに準備してくるのかは楽しみにしたいと思います。 ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、有料ウェブサイトタグマでサッカーの羅針盤を責任編集されております。川地義行さんです。えー、今度は梶さんです。お疲れ様です。お疲れ様でした。このマリノスとのスコアレスドロー、浦和レッ側に立つと、どんな風に感じていますか？うん、まあ、三が欲しかった試合だなっていうのはすごく思いますけど、ただ、あの、これまでの、あの、マチエさんになってからの。 ところでポジティブな要素は一番多かったかなというふうに思うので、はい、ただ、そこから本当にそれだけにやっぱり3取るためのクオリティっというところでもう一つ、オフサイドにね嫌われたシーンもありましたけど、もうやっぱりまだまだ積み上げていかないきゃいけないなとう思うところが多かった試合でもありましたでも内事なところ、川地さん、いくつか浦和レッズの試合をご覧になってたと思うんですけれども、これだけ準備をしてきたこと、少しこう形として見えたのは、どんなふうに捉えていらっしゃいますか そうですねあのこう。一人一人がやれることっていうのをうまくこう整理した上でこの選手がボールを持ったからこう動こうとかそういう,こう共有の一端が見えたっていうところはすごくポジティブでただ最後のところでやっぱり相手にこう対応を誰かがされたときにもう1つこう剥がしていくとかそこのもう一つ飛び込んでいくとかっていうところがまだまだ足りないだからそこが結局はゴールになってない理由だと思うので、はい、だからそこはでも結構 明確にはなっているただあの、そこって簡単じゃないんですよね、多分改善するのって、分かっていてもそう簡単にはできないところなんで、でも道筋は見えたかなというところは、ポジティブですね河地さんは、どの選手に心次の再スタで踊らせてもらいたいと思ってますか、はいえー、安井選手ですね。<laughs> やっぱりあのこうマリノス戦でもすごくあの守備っていうところをふたするところも頑張っていたし起点にもなっていたと思うんですけどもそこからもう1つこう前に出ていく力やっぱり安井選手が攻撃で前に出ていくとやっぱこう迫力だったりとかやっぱ1人枚数が増えて。 あのすごくあのこう得点の可能性ができるのでもちろんサミュエルの起点というのはすごくあのやっぱ素晴らしいしそこでねあのやっぱチャンスって生まれるんですけどもそこに安井選手が絡んでいくことによって1つゴールの可能性というのが出てくるのでそこはしっかり。 やっていってほしいなっていうのと、あとあの関根選手がね、あの戦術リーダーがやっぱ欲しいっていうふうに言っていて、まさにそこは安い選手に求められる部分かなと思うので、90分の中でのオーガナイズみたいなところも期待したいと思います。そういったのも記事に。はい、そうですね。はい、もっとこれからねポジティブなねどんどん記事をね書いていきたいので、はい、レッツの躍進に期待したいです。ありがとうございました。チームは今日、明日と2日間のオフを入れて土曜日からトレーニングに入ります。 広島戦までにおそらく一度は公開練習があるかと思いますレッツプレスでも選手の声をお届けしていきます以上、異論反論レッツ船でした坂ラー浦ン店店長の今井俊博です中2日の横浜 F マリノス歌詞展示を詰め上げました日産スタジアムまで足を運ぶことができなかったサポーターの皆様でお店から声援を送りました、えー、10日まで試合がありませんどうぞ お仕事帰りなどお店でレッツ談義しませんか以上、坂倉リキュラー本店店長の今井敏弘でした。俺たちのレッズ声。俺たちのレッズ声です。さあ、縦林のジョンから始めてまいりましょう。仕事で試合見られず、結果のみの確認でした。明日金曜、自分の誕生日、勝利のプレゼントが欲しかった、スコーレスドローで最低限の勝ち点1、アウェイで負けるよりいいんですが、 またしても中二日の相手に勝てずに、さらに無得点、それでも勝ち点一を大事にしないといけない状況ですから、前向きに行くしかありません。とにかく早く残留を決めて安心したい。で、これ、ライブで、スタジアムであるいはダゾンの前でご覧になっていたサポーターは、各家、総用、どうも、 もやもやする試合が続きますよね。本当にあの、私もその一人ですがね、スタジアムにいる方は特にそうでしょう。横浜の千葉で遠征で行って、二度オフサイドですから。で、特にね、チアゴが決めたあのゴールは、マチエスコルジャー監督も試合後の会見で記者から聞かれて、 ほんの数センチのオフサイドだったって言ってるんですよ。まあ、どっちに転がってもおかしくないんですけれども、まあ、勝負事ですから、ラッキーな時もあれば、アンラッキーな時もある。それをどういうふうに自分の方に引き込んでいくかですよね。もちろん、ラッキーをですよ。ですから、この勝ち点1。ともかく、まあ、一歩残留に向かって、前に進めたと。そういうふうに捉えれば、 まあ、もやもや感も少し解消されるから、負けれれけえた。攻撃の怖さがないな。良くなるきっかけは何だろう。こういう二行のお便りをいただいたんですけれども、まあ皆さんもいろんなところチェックしているからご存知だと思いますが、当然原口元気のところには担当記者がまた集まりますがね、元気こう言ってるんですよ。 監督はある程度合格点を出せる、そんなパフォーマンスだったんじゃないかなと思います。ええ、え、待ちえ、そう言っております。だからバギモの冒頭でもお話ししましたが、横浜の攻撃的なそういうサッカーに対して、前半は守りから入るという意識が共有されていたのではないですかなぜ頭から、小野や元気を使わないんだという意見も当然出てくると思うんですよ。彼らが入ると、 ゲーム動きますからね。でも多分町へのブランというのは、横浜に対してはまず、相手中2日、しっかり守って後半勝負に行ったということで、元気勝也は、決定的なピースとして後半に取っておいたと言ってもいいのではないですかね。治安をサンタナについてもそうだろうと思います。そのあたりで、多分町へは、ある程度合格点を出したんだろうと思います。 で、原口元気は、その、町へプランについて語っているわけではなくて、自分自身として、とても手応えを感じているようで、あとはどうやって点を取るかということだと。うん、元気は言う通りでありますよ。サッカーなんで、自分自身がワクワクしないと、やってる意味がないし、そういう意味では少しずつ明るくなってきているかなと、担当記者に話したということでありますが、え、昨日、あの、 オフサイドのゴールに絡んだ、えー、4人の選手ね、えー。彼らとは、あの、小原の非公開の練習で、かなり、えー、意識を共有しながらやっている、トレーニング中に同じような形でやっているということでありますので、少し元気は昨日のあのオフサイドだったプレーの起点として、自分自身ワクワクしたという、そんな意味も含めての手応えだったのではないかなと思います。 え、こんなんで終わる男じゃありませんので、え、元気がこう、ぐっと気分が上昇気流に乗っていくということは、周辺もその上昇気流に一緒に乗っていけるということでありますから、ああだこうだって言ったって生える気の花口元気、え、この存在感っていうのは極めて大きいと思いますよ。あの来期につなげる意味でもねタクヤ。拓也ともやのパパです。前半は3本ぐらい惜しいシュートがありました。が、決められずにゼロ。 特に松尾が左サイドを抜け出し、最後は渡辺のシュートでゴールネットを揺らしたんですが、VAR の結果、松尾のオフサイドで取り消し、残念でした。レズは前半から相手に圧力をかけるべきだったと思います。後半は少しだけ前から奪う意識があったんですが、結局スコアレスドロー。ただし相手は15連戦と疲労はレズよりもはるかにあったと思います。それだけに圧力をかけてもっともっとチャンスを作ってもらいたかった。最後に、ここまでの試合見ている限り、 来年は動ける選手が欲しい。特にクラブワールドカップよりもリーグを勝てるチームにしてもらいたい。今動けているのは渡辺とグスタプソン、そして安井と大畑ぐらいだと思いましたという拓也智也のパパです。あのー、今回のね、サムネイル、私はもう来シーズンに向かって売られずのフットボール本場は動いてると思うんですよ。 俺の内スポーツダイレクターを先頭にしてね、えー、ですから、こういう見出しを打ったわけでありますが、まあ、クラブワールドカップよりリーグで勝てるチームにしてもらいたいという、拓也智也やのパパのご意見はおっしゃる通りです。ただ、クラブワールドカップで勝てるということは、リーグを当然ながら勝てるチームになるということです。また、リーグを勝てるチームにしないと、クラブワールドカップに行ったって、ちんにやられるということでやります。これはどちらというよりも、 両輪で来シーズン戦ってもらいたい。ともかく今年は試合数少なくて、天皇杯は出られないし、ルヴァン早々にいなくなっちゃったしね。で、流線こういう感じでしょもうかなりフラストレーションがサボタり溜まってると思うんですよ。ですから、えー、来年は私は裏レズの分水嶺になるんじゃないかなと思っています。来年の結果次第で、レズの今後、かなり占えると思いますよね。 そういう意味では腹据えて、私がサムネイルで申し上げた通りの補強を早め早めに行ってもらいたいと思います。レバンが笑う。前半はマイノスペースでしたが、いくつかレズの方にシュートありました。特に前半のアディショナルタイムの臨戦のシュート決定的で、あれは決めなければ勝てません。後半はお互いにチャンスもあって、ニッタ選手のオフサイドになったシーンは非常に惜しいシーンでした。 スコアレスドローでしたが、いい試合だったと思います。特にホイブラーテン選手がいない中、日本人のセンターバックの二人で失点しなかったのが良かった。しかし点が取れませんね。なぜチーム得点王のサンタナの出場時間が短いのか、残り10分、20分の選手はないと思いますけれども。で、次まで少し間が空きますが、ホームで強い広島戦。残り試合は全勝しましょう。 と、レバンが笑うからであります。マリウソ・オイブガーテンがね、残念ながら出られませんでしたので、累積でね。で、井上力人が試合後、担当記者に囲まれて、こういうふうに言っております。勝ち切らないといけなかった試合だったと思う。攻めている時のリスク管理は、一週間ずっと言われていましたし、相手は、 少ないチャンスの中でひとめてくると分かっていたので、90分通してずっとリスク管理するという集中力をと思っていました。無失点で追われたことは自信につなげたいと思います。もうつながっていると思います。一週間かなり練りに練った90分 プラスアルファの昨日の前の戦だったのではないかなと思います。リキトが手応えを持ったということは、当然ながら、ヨータも手応えを持ったということでありますよね。この二人がしっかりと守ってくれるようになると、大ブライシーズン戦いやすくなってくると思うんですけどね。来年、マチエスコルチャ監督が指揮を執ることは、 90%あるでしょうから。ええー、まあ、まだあの残留決まったわけじゃないから、もし物事があるとね、また話は変わってくるとは思うんだけれども、多分もう、えー、行くと思うんですよ、マチエスコルジャ監督で。で、マチエスコルジャ監督がやるサッカーってのがある程度分かってきましたよね。ということは、このセンターバックの二人、どういうふうに成長していくかで、ね、来シーズンの最終ラインがよーく分かるし、そこからの攻撃が占えるということですから。 エリクトはこの試合で手応えをつかんだんだったらもう一つ上に上がってもらいたいと思うね深谷のカー君ですアウェー横浜 F ・マイノス戦スコアレトドロー妥当な結果かなオイブラーテン選手抜きでも失点しなかったそれは良かったけれどもそれでも相手チームの出来の悪さを考えたらうかうかしてはいられないグスタフソン選手を起点にしての攻撃は良かったけれどもそれ以外は皆無だったと思う 強いて言えば、ハイブレスがそれなりに機能していたのが良かった。安井選手があまり活躍していなかったのが気がかりだったけれども、この試合のミッションは勝ち点を持てることだったと思うので、それには成功した。ただ自分としては全然物足りない試合だった。次のホームの広島戦、周囲相手にさらに進化したスコルジャーサッカーを見せてもらいたい。まあ、広島にもね、少しずつ優勝のプレッシャーってかかってくると思うんですけどね。まあ、 今シーズンの今までの両クラブの両チームの戦い方見てくるとはっきり言ってかなりの差がありますよ。この広島戦でどのぐらい戦えてそしてウィークポイントはどこだっていうことが分かれば当然ながら今シーズンの来シーズンに向けての補強点が分かってくるということでそういうところを我々見ながら広島戦を貸し店さんにもちろんこだわりながら 見ていこうじゃありませんか。バブ1号。スコアレスドロー。内容はそこまで悪くなかったと思う。オフサイドになりながらも、ゴールネット二度ばかり揺らした攻撃の形は、以前に比べると良かったように感じた。林戦選手の決定機決めてもらいたかった。毎度のことながら一点が遠い。守備も強力なマイノスの攻撃陣に苦戦しながらも、最後もやらせない守備ができていた。もちろん、連戦中のマイノス相手に勝てなかったことは非常に残念だけれども、 残留争いにいる状況で負けずに最低限、貸し点1を獲得したことは評価されてもいいと思う。貸し点0ではなくて、1を積み上げたんだとポジティブに。いいね、バブ1号気持ち変わってきたね。手元の中勝てないのが、手元に行く姿勢が全然足りない。とにかく前線のアイデアが極端に不足している、技巧派の武田、中島、本間3選手使ってもらいたい。J1 に残留しても、 このままでは来シーズンかなり厳しくなると思う。フットボールは勝たなきゃいけないし、勝つためには点を取らないといけないスポーツで。ですから90分のうち70分ぐらいは負けないための試合をしているチームが変わるだろうか。次の試合では前の戦以上にさらに内容を良くして、勝利という最高の結果も出せるように頑張ってもらいたい。次までの時間が空くんで少しでも改善を。次の広島戦、強い相手だけれどもホーム出し。 何としても意地を見せてもらいたい。赤井サンタクロース。正直、天皇杯の準決勝を延長戦まで戦い、中二日の相手に対し、少しは優勢あると思っていたんですが、結果見る限り、そうではなかったようですね。この勝ち点一が最後に必ず生きると信じております。 次の試合まで少しインターバルがあるんで、戦い方の意思統一を図ってもらいたいと願うばかりです。レッドライトニング。二度のオフサイドによる幻のゴール。ほんの数センチでしたね。惜しかった。相手はカップ戦 ACL で疲労困憊の横浜フマイノスに。 ぜひ貸したかったんだけれども、相手もここでは負けられんと踏ん張っていましたよね。前半は引いて守備的に、後半途中からメンバーも戦術も攻撃的に、これが町江監督の戦い方なのかなそうでしょうね。だと思います、私も見ていて。レッドライトニングと全く同じ感覚ですね、今。いずれにせよ、貴重な勝ち点1だと、 今は捉えたい。そう、現実的には残留することだから。中島翔や新田里夫、原口元気。毎度ながら、渡辺龍馬、MVP です。毎試合、粘り強くそして、残留を決めていきましょう。本当にね渡辺龍馬を見ていると目頭熱くなりますよ。今シーズン変わった、 選手ですよ。彼を書くということは今の売ら、売レれズでは考えられないほどの内容も存在感も今レッズを引っ張ってますもんね。まあ、ちょっと早いけどフットボール本部のトカ本部長に申し上げたいね。シーズン終わって契約の時になったら渡辺龍馬にはボーナス弾んでくださいよ。 彼がいなかったらって考えたら、ゾッとしますよ。ね。よしみ久相手は疲れていたので、なんとか勝ってもらいたかったですが、勝ち点1でしたね。押しオフサイドもあったのですが、これは足られ場でありますが、わずかに出ていなければなぁと思ってしまいました。ただ、これで勝ち点1取れたので、残留、楽になってきたと思います。しかし、 岩田が押してしまうとなると、そうか、浜松だからな、吉シ永久はこうなるんだ。個人的には、エコパに、ジュビロが来なくなってしまう。そんな寂しさがありますが、それは仕方がないでしょう。そうだね、優先順位は、売られずの三流だからね。で、岩田が残るっていう展開が一番いいな、吉シ永久にとっては。数の宇がサポ気問のあるスタジアムで勝ち点1は、 価値ある価値点1だと思います。信じましょう。この価値点1が無駄にならないことを必ず残留しましょう。頑張れ赤吉のイブン四季の赤メトロ。東京ベルディに逆転負けした試合に参戦していました。ついに4連敗でした。続く柏レースル戦で何度か最後に PK を獲得。チアゴさんたら決めて勝ちました。 私はその試合後、あの、1999年11月、ウラレッズ J2 降格が決まった日以来、本気で泣きました。土曜から水曜までの間、レースはどうなってしまうのかと、とても心配で落ち着かなかったからです。この後、今シーズンは降格を避けるべく、このレース路線のように、 責任感を持って力強く戦ってもらいたいと私は強く思いました。また、社長はじめフロント陣には一貫性持った指導、育成、戦術貫いてもらいたい。売られずのサッカーはこういうものだと育成年代からレジィースチームトップチームまで同じような取り組み、戦術できないんでしょうか 監督が変わったからとか、3年計画とか、そんなことを言っていないで、確立してもらいたい。特に今シーズンのように、監督が変わっても、何人もの選手が入れ替わっても、ぶれないでもらいたい。これだけ苦しい思いをしているんだから、そろそろ学習能力を身につけてもらいたい。東京ベルディのサッカーは、昔からやり方変わっておりません。 特に上空監督になってからの戦術は変わっておらず分かりやすいんです。一貫性が重要なのは理解されておりますが、裏は実行できておりません。フロントと監督がもっとコミュニケーションを図り、見合った必要な選手も獲得しなければならない。いい守備からいい攻撃を見たい。強い裏和が見たい。残留争いする裏は見たくない。ぜひともサボーターを裏切らないでください。 悲しまさせないでくださいという式の赤メトロです。この赤メトロのおたりを読んでいると、赤メトロはもう売られず元年から熱く売られずを支えてきたサポーターだなと思いますね。今年31年目のシーズンでしょレズができて。ずっと言われてるのは、 ウラレズはこういうサッカーやるんだという一つのシーンがないと。でも一度だけ出来上がった時があるんですよ。あのリーグタイトルを取ったギト・ブクバルト監督の時ですよ。あの時にウラレズが打ち出した言葉、古いサポーター覚えてますよね。早く、激しく、ケレンみなく。これは当時の犬飼代表が 強く打ち出した言葉です。このサッカーをやるために、ウラレザー選手を補強いたしました。それが、ギドの時に実ったわけであります。これがいつの間にか、あっという間に、うさんむまるで傷口に、絆創膏を貼るような、そういうチーム作りをずっとクラブをしていて、ミハイロ・ペトロビッチの時に、いい時もありましたけれども、 それでも残念ながらリーグタイトルには繋がらなかった。そして、ミハイロ・ベトロビッチ監督が、ミシャが、少し、守備を、おろそかにするというような、まあ簡単に言うと、守備が破綻してしまったら、途中から守備一辺倒のオリベーラを持ってきたり、まあともかく監督偉いも何もかも、売られずはこういうサッカーなんだ。今実っていないけれども、必ずこうなるから、こういう補強をするんだ。 そういうサッカーをしない限り、あと10年経っても20年経っても、この四季の赤いメトロが、今この船に乗って、お話になったような、こういうお便りを、この力船では、読み続けることになるんだろうと思います。しっかりとした方針を決めて、私は早く激しくケレンミラクが好きだったけどね、まあそうじゃなくてもいいですよ。それにこだわる必要はありません。早く、 こういうサッカーなんだということを決めて、そして営業収入100億、単なる数字です。この100億をどういうふうに活かすか、来シーズンに向けて、金に糸目をつけない。そういう補強で来シーズンに受かってもらいたいと思います。来シーズン試合多いですよ。特にクラブワードカップも入ってくるしね、もう選手層も厚くしなくちゃいけない。同じポジションでどっちを出してもいいんだっていう。 どっちを出しても同じ答えを出すんだっていう。あの時はそうでしたよ。山岸がいるけど、続きも来たんですよ。左にアレックスがいるのに、総合も取ったんですよ。長谷部がもう中心なのに、山瀬も連れてくるんですよ。そういうチーム作り。金に、糸目をつけない、補強で、来シーズンの覚悟を見せてもらいたい。 まあ、7割から8割私は残留するだろうという今気持ちになっているから、来シーズンへの話もさせてもらいました。くれぐれも出遅れないように。さあ、しばらく期間が空きますけれどもね、ちょっと気持ち落ち着けながら、最強のスキッペ監督のサンフレッチェ広島との一戦を楽しみにしたいと思います。それではまたこの番組は